こいつさっき私に唾を飛ばしてきたやつじゃないの。正面に立つ危険だわ。また唾飛ばしてくるかも。こんなコメントもあったのか。じゃあ6番目にセーブ。これはこの額縁どうしてこんなに低い場所にあるのかしら。ティーポットの主張を聞け。おう。ああ、思い出した。あったわ。ティーポットの主張。大きなティーポットに文字が刻まれている。我々は同色のカップにしか茶を注がない。確かにティーポットもカップも4色ずつあるみたいね。ティーカップは直線に移動するもの。これ常識。なんか、わかる人いないとは思うんですけど、ボボボボボボボのなんかとあるシーンを思い出したわ。これギャルの鉄則みたいなやつ。ティーカップを持ち上げることは許されない。ティーカップはぶつかるまで止まらない。なんかここテーブルの上みたい。香りに敏感なハリネコ。これなんて読むのかしら。香りに敏感なハリネコ？心病？僕は今ハリネコって読みましたね。じゃあハリネコで。じゃあハリネコでいっか。なんか響きが可愛いしね。しかしゲルテナって結構それっぽい造語するから読むのに苦労するわ。わかる。でもなんか新進気鋭の、いや新進気鋭でもないか、あの芸術家ってそういうのはやりがちですよね。不思議の国のアリスのルイス・キャロルも結構造語が多かったって聞きますからね。ティーポットの主張聞いてなかったわ。ああだこれだよ。行き止まり問題だよ。どうするんだっけ。もう何も覚えてないよそんなの。あもうあれこれあれなんか一発できたわ。イエー。美味しそうではないか。部屋中に紅茶の香りが漂い始めた。あれ猫が来た。この顔どこかで見たような。香りの強い紅茶だ。ティーカップ、おお。額縁から何かがはみ出ている。尻尾に見えるけど。そんなことよりドアの前にいたヘンテコなのがいなくなってるわ。これで中に入れる。これでどこでもドアみたいにこの額縁とあっちの額縁がくっついてるんですね。あの針猫クソでかいな。だとして体。おい、なんだこれ。ワインソファー。大きなワイングラスが斜めにカットされて中に赤いクッションが入っている。あんまり座り心地よくなさそうね。確かに。いやでも座り心地よくなさそうだけど、そのワインソファーの中に入ってあるあれの座り心地がいいかもしれないよ。布製はめっちゃいいかも。憂鬱。難しい字のタイトルだ。憂鬱。ね。ま、こんなとこにいれば憂鬱にもなるわよね。パズル。カラフルな骸骨だ。これ偽物よね。わかる。もう偽物じゃないかもしれないという思いがある。感情。人の形にも見える木のオブジェだ。人の形に見えるか？あ、よーく見たら見えるわ。なんか、モアイ像みたいな顔がありますね。よくこんなもの考えつくわよね。確かに。でもこういうものを考えつけるから芸術家なんですよ。念のため通路は真ん中を歩いてますよ。あー、見るからにヤバそうなやつがいる。こいつは？こいつはじゃない、ここは？部屋を出れば元通り。部屋を出ればもう、あ、だるだる。いや、ま、違いがわかんないよ。あー、そういうことか。あー、そうだったわ。これ確か、こっち側から行っても、正解にたどり着けないんですよね、確かね。ほら、自分で道を塞いじゃっちゃうんですよね、あそこの絵のところまで。すごい数のイーゼル、みんな同じ絵が描いてあるみたい。はい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 。あ、ちなみにあれ、美術を、あんまり詳しくない方に言っておきますと、イーゼルっていうのはこの絵を描くための台のことですね。これどうするんだっけ。あ、そうだそうだ、思い出した思い出した思い出しました。これだからこうしてこうですね。さっきはあっちのこの
この2番目の椅子を押してたから動かせなかったんですが、今はそれをキャンセル、元通りにさせたので動かせるようになりましたと。椅子の上に何かが置いてある。目薬を手に入れた。モデルは目薬だったのね。なんでこんなもの書いてるんだか。やべえ、ギャリーさん、謎を解いた後、解く前と解いた後でもコメント変わるのか。これはもう部屋に入った瞬間、ギャリーさんボタンを押さなきゃダメだな。コメントを見逃してしまうわ。この目薬、使ったら見えないものが見えるようになったりして。なるほど。いや、冗談よ。何入ってるかわかんないし。おいおい、ギャリーさんのコメントに、はい、いいえとかの選択肢あるんだ。お化けとか？そうそう、あはは、絶対使いたくないわね、それ。巣が出てる。逆さの女の人の絵が飾られている。あー、ほんとだ、言われてみればそうだわ。まあ当然だけど絵が多いわよね。これ全部ゲルテナが描いたんだとしたら生涯どれだけの絵を描いたのかしら。コーヒーとケーキの絵が飾られている。白い蛇の絵が飾られている。よく見ると目の部分がくぼんでいる。さすがにコメントは変わんねえか。氷の山のような絵が飾られている。いやー、何これ気持ち悪い。なんで床に目がついてるのよ。ああ、びっくりした。なんなのあの目玉は。それ、これは確かに、ね、初見であの時びっくりしました。で、一つやべえ目があるんですよ。ちょっとイブ何してんのよ。充血してるんにちゃんとこっち見たね。目薬を刺す。うわ、目がキラキラしてる。お。そもそもこの目玉たちなんでこんなゴミが入りやすそうな場所にいるのかしらね。確かに。目薬を入れた目が壁の方を見つめている。壁に違和感がある。隠し通路を見つけた。うー、狭い。あれか、もしかして平所恐怖症か。足元に何かが落ちている。赤色のガラス玉を手に入れた。この赤い玉何に使うのかしら。確かここでしたよね。白い蛇の絵が飾られている。よく見ると目の部分がくぼんでいる。赤色のガス玉をはめる。うい、お前が落ちるんかい。額縁の裏に文字が書いてある。ドクロの左手に。はいはいはい、ドクロの左手にか。ドクロなんてあったっけ。しまった、この目をはめた時にギャリーさんに語りかけるの忘れてた。なんか言ってたんだろうな。あ、間違えた。ドクロの左手。ドクロ、ここだっけ。こっち側から調べた方がいいのかな。いや、そうじゃなくて普通に行こうか。あ、そっか、左手ってこっちだわ。これって指輪よね。あ、外れるみたい。銀色の指輪を手に入れた。それ指輪にしては随分大きくない。そうなの。あ、アイテム欄見たらありましたね。銀色の指輪、細かな模様がとても綺麗な少し大きめの指輪。アイテム取ったら今度はここも見ないといけないのか。で、これを忘れかけてた、ここの、この、ここってもの拾っても使い道がわからないものばっかり。いや、今回に関しては使い道わかるよ。ん？あれ？結婚指輪って右手と左手どっちにはめるんだっけ？左手だよね、確か。おい、それはもう薬指ですよ。はい。よかった、笑顔になった。はい、ブーケトス。イエー。花束が落ちている。ブーケを手に入れた。綺麗なブーケね。花って見てると心が休まる気がするわ。しまった、ブーケ取る前にコメント見るの忘れた。あ、幸福の花嫁になった。珍しくこのゲルテナ店の中じゃ、こいつらポジティブ気味ですね。そうそう、結婚指輪といえば左手の薬指を、なんか忘れちゃってたわ。これで確かここが出た。お肌いいだ。そのお花くれたらここ通してあげるよ。お肌ちょうだい。渡す。ありがとう。それじゃいただきます。そんな歯ごたえある花だったの。ありがとう。約束だからね、このドアで奥に行けるよ。これドアだったんだ。
やっば。結局ここに出口はなかったわね。まあ追いかけてくる絵の女がいなかっただけマシだったのかも。え？なんかセリフがちょっと変な感じになってるな。ここやば。うわ、何これ、早く抜けちゃいましょう。わかるわ。じゃあここに出せーブ。これ絶対誰か一人こっち見るよね。一番狂気を感じるかも。おーら、見たやんけ、こっち。あ、すげえ、ちゃんと、黒目がこっち見てる。細けえ。あれ？こいつ白目だ。大丈夫か？うわぁ。なんだあれ？ちょっと待って、どうなった？こいつはずっと見てんのか。怪しい場所調べて回りましょう。お、ギャリーさんもどうやらこの、ゲルテナ店のルール分かってきましたね。まずは謎解きなんですよ。やば。女の人、気をつけて。私この絵と似たようなやつに襲われたのよ。知ってるって？あ、そっか。女の絵から私のバラ取り返してくれたんだっけ。しかしよく逃げ切れたわね。なんでここにこんなに女の絵があるのよ。確かに初登場の緑の人もいるわ。で、この存在感を放っている、これは何だい？新聞を読む貴婦人。ああ、表のゲルテナ店にいたね、新聞を読む貴婦人。でもこんなんじゃなかったよね。なんか背中見せてなかったっけ、この人の。ここ暗くて新聞読みにくいのよね。あー、こんな暗い場所で新聞なんてよく読めるわね。ってことはライトをつけてあげるのか。金色の像にランプがかけられている。でもランプがついてないんだ。あら、これって像？面白いランプね。鼻にかけてあるわ。でも明かりとしては全然機能してないような。なるほど。おう、無個性だっけ。頭のない像がある。あら、これ、あれ、あ、ギャリーさんのセリフフラグが像で止まってる。ってことはこの人たちは話しかけても何も意味がないか。ん？これは別にこの頭だらけの部屋に何のあれもなかったので、ここで上書きセーブします。これはなんだ？白い籠がぶら下がっている。これさ、こっちの籠引っ張ればそっちの檻開くわよね。なんだ、簡単じゃない。ごめん、やっぱり力はじれたダメだったわ。ギャリーさん力持ちのはずなのに。この籠に何か入れればいいのかしらね。扉の前に檻があって開けられない。檻をどうにかするにはやっぱり隣の籠がキーだと思うんだけど。鍵なだけにね。時の番人、文字盤に字が浮き出てきた。花びら1枚ください。そしたらあなたが危ない時助けます。なるほど。え、どうしようって選択肢あるの？断ると違うの？え、イブ、この時計の言ってること信じるの？私は悪いけど信用できないから花びらはあげたくないわ。残念。なるほど。まあ、全部見回ってからだよね、とりあえずね。バラ渡すにしてもね。赤き衣のステップ。ステップか、急に歩き出したりしなきゃいいけど。もう疑心暗鬼の塊じゃん。わかるけど。ここも女の人の、お？なんかありますね。何かが落ちている。穴が開いたボールを手に入れた。よいしょ。穴が開いたボール、表面はガラスでできている。何かに差し込めそうな穴がある。おっと、何かに、わー、来たか。これは吊られた女、間違えた、吊られた、吊るされた男。この絵美術館にあったやつだわ。もっとよく見る。お、数字が書いてある。これ、6952と見せかけてでしょ？吊るされてるんだから、反対に見なきゃいけないんですよ。つまり、2569ってことですね。256、256。改めて見てもやっぱり変な人来てるわね。256、256。またフラグがここで止まったか。で、これは？かっこいい。金を自慢する貴族。おい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 、金を自慢してるようじゃ二流だぜ。
あの手に乗ってる鳥も金。鍵がかかっている。女の人の絵多いな。確かに、確かにギャリーさんの言う通りだわ。なんでここんなに女の人の絵があるのようだわ。256だ。ここは絵画に隠されし、4つの数字を示し、扉を叩け。4つの数字か。絵画に隠されしってことは、絵の中にヒントがあるのかも。ギャリーさん優しい。ずっとヒント言ってくれんじゃん。マジで。4つの数字が分かったら、床に数字を入れて扉を叩けですって。はい、さっきまで、前の部屋にいたやつじゃん、これ。マネキンの頭がある。マネキンでかくね？虚空を見つめる女。なんか、この絵だけ他の女の絵と雰囲気違うわね。目が真っ黒で気味が悪いし、あんまり近寄りたくないかも。マジで？言われてみれば目が真っ黒ですかね？ほんとだ、一応みんな、目が赤かったり、目が青だったり、緑だったり、あるんだ、一応、瞳孔みたいなのが。でもこいつはないんだね。はい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 。こっち入れますかね？入れるんだ。なんかあるな。花瓶もあるし、この部屋は安全そうね。よかった。作品にはお手を触れぬようお願いいたします。万が一、備品や作品に何らかの損害を与えた場合は、あなた、文字がところどころ抜けている。ほんまか？これ、本当にここ安全な部屋か？だからすげえ不穏だったぞ、今。楽しい毎日。美術館はちょっぴり不思議な遊園地。おかしなものがたくさんあるのよ。ここで遊んでいると、あっという間に一日が終わってしまうの。とっても素敵でしょ？だからあなたもここにいれば？大丈夫。みんながいるから。いや、ギャリーさん。なんか、雰囲気の違う本と雰囲気の違う注意書きがあるんだって。何らかの損害を与えた場合は、あなたの命をもって賠償させていただきますじゃない？まあ、そんなこと言っても意味ないんだけどさ。みんながいるからって確かに、言われてみればここめちゃくちゃ人多いわ。20人ぐらいいそう。マネキンも含めてね。で、じゃあ、256行きましょうか。いや、待って。あっちに、花瓶の、セーブ場の花瓶があったってことだから。うわぁ、びっくりした。今、イブで一番びっくりしたかもしれん。そっか、あんたいたね。花びら一枚あげます。取引、成立。いたた。もう何の取引かわかんないのに無茶するんだから。でもなんかつきましたよ。おっと。ちゃんと赤い花びら1枚、強いて言うなら1時の方向についてますね。では、これどうすんの？こうか。256。やばい、来てる。ノック。やったね！ OK！ 完璧やった。鏡の前に何かが置いてある。金の魚を手に入れた。これは、魚の模型？角みたいなのがついてるけど。あ、さっき拾った変なボールちょうどはまりそう。おう。金の魚と穴が開いたボールを組み合わせた。金のランプを手に入れた。わあ、明るい。ボールは電球部分だったのね。どれどれ？金のランプ。小さいのにものすごく明るい。ちょうちんあんこのランプ。なるほどね。おしゃれだわ。間違えました。大きな鏡がある。お。鏡に何か書いてない？魚の片割れ、木の女のそばに。ああ、もう取った。それは取ったんですよ。逆に魚の片割れ取ってからこう来てるからね。魚の片割れ。これもしかしてさっき組み合わせた電球のことじゃない？だったらもう見つけちゃってるもんね。すご。ちゃんとそのセリフあるんだ。おう。基本驚か、ビビりっすよね。ギャリーさんね。何よこれ。この。とっさに目をつぶる。ギャリーを止める。イブちゃんは乱暴なことは嫌いです。待って。わかったわよ、イブ。ちょっと大人げなかったわね。さあ、じゃあ行きましょう。マネキンの頭がある。ああ、もう驚いた。こんなとこ早く出ましょう。よう見たらいるやん。マネキン。
なんでちょっと伏し目がちだったんだ。お前か。じゃあまあ、この、ちょっと可愛い、ちょっと正直言ってちょっと可愛いこの貴婦人さんに、ランプをつけてあげましょう。あれ？あ、ねえ、あなたが持ってるそのとても明るいランプ、よかったらその像と交換しません？交換する。ありがとう。じゃあその像をあげるわ。像くれるの？あー、重いんだ。金の像を手に入れた。ああ、明るい。なんて素晴らしいの。新聞を読む貴婦人。新聞読みやすくなって最高よ。なんかまるで新聞オタクみたいな、この人。でもこんな高そうな置物もらっちゃってよかったの？新聞より大事なものなんてないわ。すご。すごい新聞愛だこと。同じこと言ってるわ。新聞が広げられている。新聞読みやすくはなったでしょうけど、今度は眩しすぎない？いや、多分ね、ん？今更だけど、新聞を読む貴婦人って前に似たような絵を見た気がするのよね。そうなのよ。眩しすぎて新聞読みにくくないっていうのはね、目、こっちが目を細めれば大丈夫。ちょっと待って、画面がアップのまんまだ。はい。じゃあ、待って待って、ちょっと待って。X ボタン。金の像。金色の大きな像の模型。本物の金ではないようだ。本物の金じゃないんだ。だからあれか、その金を、だからそうか、金を自慢する紳士のところにはいなかったんだ。そういうことね。では金の像入れましょう。これはどう見ても入らないんじゃない？え？他に入りそうなものある？嘘。思ってたのと違った。しかも、そしてゆっくりやってくる黄色の女の人。マジか。じゃあこの、じゃあ、え？まさか今僕がやったことフラグになった？おう。その金の像、なんて大きく美しいんだ。この金の鳥と交換してもらえないだろうか。これ偽物の金っすよ。あっと、いや、偽物の金じゃないです。偽物の金じゃないです。めちゃくちゃ超豪華な金ですよ。じゃあ像はここに置けばいいのかしら。で、金の鳥を交換。はい。ありがとう。ああ、なんて大きく美しい黄金像なんだ。あの像、本物の金じゃないけどね。言っちゃダメ。ギャリーさん言っちゃダメ。何にせよ気に入ってもらえたみたいね。まあよかったんじゃない？よかった。バレてないみたいだ。ふふ。だから金を自慢するぐらいのね、貴族はね、二流なんですよ。本当の金の価値を分かっていない。はい。ギャリーに金の鳥を入れてもらった。ちょっと高い位置にあったんだな。はい、来たー。そんなに重かったっけ、あの鳥。まあいいか。早くこの中調べてみましょう。こんなに厳重に塞がれてたんだから、きっと何か出口があるかもしれない。